はい、皆さんこんにちは。先日から僕が作った GPTs、それらを使ってメロディーを考えて、そしてモチーフというのを作ってですね、それを素の AI に持って行って完成曲を作る、こんなお話をいろいろしています。昨日は DJ のソフトでそういうモチーフを作るという動画もアップさせていただきました。今日はさらに進んでですね、今画面に映っているのはコーダラコンポーダというソフトでして、 iOS 用、いわゆる iPhone と iPad で使えるものは600円で買えますし、 Android 用というのは500円でも購入できます。そういうアプリを使ったり、もちろんこれだけじゃなくって他にも無料のソフトでもいろいろいいものがあります。同じこれカシオが作っているソフトなんですけれども、EDM ということに特化する、もしくはコーダナの600円を買うのがちょっとどうかなというふうに考える方は、これ画面もほとんどよく似ているんですけれども、EDM を中心に作るなら、これは無料で使えるというそういうバージョンがあります。今日はコーダナコンポーダーを使ってお話をしていきます。なぜならこれは EDM だけじゃなくっていろんなジャンルの音楽を作れるので600円の買い切りなので、こちらを使っていただいたら使い勝手はいいのかもわかりませんし、機能もこちらの方が豊富な部分もありますので、今日はこれでお話をさせていただきます。自分のモチーフをどのようにして作るかなんですけれども、左の角、ここにですね、いろんな設定があります。4小節だけ自分が考えるのか、8小節考えるのか、2小節だけなのか、とかいうようなことを自分で設定できます。そしてそれをA メロに使うのか、B メロに使うのか、サビに使うのか、というようなことを選択できたり、テンポはお任せ、キーはお任せとかですね、そういうようなことが、ここで設定をします。僕は今、8小節というのをしましたので、8小節分の音を弾くことになります。下にキーボードがありますけれども、これはキーボードだけじゃなくって、鼻歌を歌ってメロディーを入れるというのもできます。ですから、タン、タララ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 、そんな感じで歌を歌うだけで曲ができるという、これは昔からあるんですけれども、僕の方でも動画も出していますし、またそちらも見ていただいたらいいと思うんですが、もう最近はあまりアップデートとかをしていないんですけれども、僕も最近はあまり使ってなかったというのが正直なところです。でもその AI ができたら、これの良さがですね、どんどん増してきたわけです。なぜなら自分が思ったメロディーで楽曲ができて、それさえスノに渡せば、そこから完成曲は作ってもらえるからです。じゃあ、話はさておきやっていきましょう。もう一度、鍵盤の方に戻ります。もちろんこのように DAW のように MIDI 入力で音符を入れていくこともできるんですね。そして、鍵盤が苦手という人はですね、幼稚園の勉強のようにですね、こんなドレミファソラシドだけがあるような、これででも入力ができるということです。では、やっていきましょう。上の赤い録音ボタンを押すと、1小節カウントがあって、そして弾くことができます。はい。こんな風にメロディーを弾けばいいわけです。少しはメロディーに対しての勉強はいるかもわかりませんが、まあ、少しぐらい使
ケールを外したとしてもですね、それはその AI がまたうまく処理をしてくれますので、あまり深く考えないで適当に打ってみましょう。そうしまして、ここでこんな魔法の杖のようなボタンがあります。これを押すと、どんなジャンルの音楽を作りますかということなんで、例えばロックというのを選んでみます。演歌とかいうのもあります。そして楽しげなバラード調、ノリの良いとかいうのがあるわけですね。これだけじゃなくって、ネクストというのを押すと、メロディーの動きの大きさですね。いわゆる音程が低いところから高いところまでいろいろ動くのかどうなのかということだったり、メロディーのテンション度、大胆な音遣い、こういうのを変えたりですね。そういうことができます。そして、メロディーの作り方、変動固定とかですね。こういうようなものもあるんです。そしてまだ3ページ目というのがありまして、オブリガートをどのようなところで入れるかとかいうようなことがあります。これ自身が実際どんな動きをするかは、まあ曲によっても違うんですけれども、フーガスタイルにするかというようなこういうことも設定ができるようになっています。じゃあ、このようにしまして、この自動作曲というのを押すと、もう2秒で音楽ができます。はい、これでもうできたんです。ちょっと聞いてみましょう。ただし、今流行りの AI のように、バリエーションがあるというよりも、自分のモチーフは使うけれども、曲のパターンというのは何百とかいうような形でですね、ある程度は限られているというのが AI がなかった時代に開発されたカシオのソフトですので、そういう部分は若干あるということはご了解ください。じゃあ聞いてみましょう。上の再生ボタンを押すと聞くことができます。ロックですのでこんな感じで始まりました。モチーフを使っています。はい、こんな感じにできるわけです。これをまた新しく魔法の杖でやるとですね、また違う感じのパターンが出てきたりします。今度は先ほどロックという風にしましたが、今度は EDM というのを選んで同じようにやってみましょう。はい、再生をします。
はい。こんな感じです。これがちょっと EDM かというとですね、まあ、なんとなく今の EDM というイメージでは僕はないんですけれども、まあ、このようにして音楽ができるということです。そうしまして、ここで書き出しをすることができます。一番右の端ですね。これを押すとこんな風になっていまして、MIDI ででも書き出しができますので、そしてそれも全部トラックがバラバラになります。ですから DAW でやりたいというような人は、ここからさらに自分なりなアレンジをしたり、楽器の音色を変えたりとかいうことも簡単にできるようになっています。そしてここでですね、AAC、いわゆる音の形式で書き出しをします。はい。ここでファイルに保存というのを選択します。そしてどこに保存するかですけれども、ダウンロードのホルダーに保存をしましょう。ちょっと名前を変えたいと思います。今は適当に BBBBB こんな感じで名前をつけておこうと思います。そして保存をします。ダウンロードホルダーに保存したということを覚えておいてくださいね。はい。それでは、この出来上がったファイルを素の AI に持って行ってアレンジを追加してもらいましょう。この時にアップロードできるファイルというのは3分以内です。だから3分以内になっているかをちょっと確認をしようと思います。はい。ダウンロードホルダーを見たいと思います。そしてここに BBB というのがあります。これを再生しようと思います。共有からプレイヤー VLC がありますので、ここで音を聞いてみます。はい。これでですね、2分59秒だったんですね。2分59秒なら、このままでも大丈夫です。でも、もし、長くて切りたいとか、部分だけでいいとか、A メロ、B メロ、C メロとあって、また A メロ、B メロ、C メロがありましたから、前の部分だけでいいや、というふうに思ったりしたらですね、それを編集すればいいです。それも無料のソフトをご紹介します。音声編集というソフトが無料であります。広告も出てこないし、とってもいいソフトです。はい、こんな風にありますので、ファイルメニューからファイルというのを選択します。そうしましたら、最近使った項目に BBBB とありますので、これを読み込んでみましょう。はい、読み込まれました。その時に選択範囲というのが指定できます。選択範囲をオンにします。そうしましたら、一応先頭からですね、後ろまで今範囲が選択されているんですけれども、ちょっと大きくしまして、どこまでで切ったらいいかというのを確認したいと思います。はい、ちょっと聞いてみましょう。はい。正確に言えば、この辺ですね。この辺まで変更します。はい。確認のために、この辺でいいか、ちょっと聞いてみましょう。もうちょっと後ろの方がいい感じがしました。はい。微妙ですが、大きくできるので、このように微妙なところも確認ができます。そして、ファイルから書き出すというのがあります。これを選んでもらいます。すると、BBBB となってますが、これ、名前を2というふうに分かりやすく変えておきます。そして、全体か選択範囲かということで、選択範囲を選択して、フォーマットはWAVファイル、ステレオ 44.1 の16ビット。はい。下の方はこのままでいいと思います。これで
保存をします。どこに保存されたかというのは、iPad のアプリの場合、ほとんど指定がない場合は、この iPad 内というところにアプリそれぞれのフォルダーというのができています。下の方に音声編集というのがありますよね。これを選ぶと BBBB2 というのができていることがわかります。で、こんな感じで次は Snow AI の方に行きたいと思います。Snow AI は僕の方ではブラウザ版で使っています。アプリバージョンも最近になってできました。そして Android 用も2、3日前に発表になったようです。でもですね、今僕がやろうとしているアップロードしてそこからつなぐという時に、アプリ版ではそこからつなぐというよりもアップロードしたファイルの後ろに新しいアレンジがつくので前の部分が邪魔になるんですね。ですから僕の方ではもう少しアプリ版が完成度が高くなるまではブラウザ版を使ってやっていこうと考えています。はい。そしてちょっと余談になるんですけれども、その AI の方がトップ画面にはこのようにティンバランドさんというグラミー賞のプロデューサー、この方がその AI を使って最近アルバムを作ったということでとっても話題になっています。ただし今ですね、大きな話題にはなっているものの、その AI も全米レコード協会とか、そういうようなところからですね、その AI だけじゃないんですけれども、ユーディオですね。こちらの方も裁判になっているような状況です。著作権ということには大きな賛否両論がありまして、もちろん著作権を守るということは大事なことなんですけれども、これからのここ最近の AI はこういう問題が起きないように学習というものをとってもシビアに考えていますが、その AI も初めの頃は世界中の音楽というのを一部分学習していたことを裁判の中で認めています。そしてこれからどうなるかというところにですね、このティンバランドさんがその AI の戦略アドバイザーということでやっていくことが決まったようです。ですからこのようにですね、ティンバランドさんの音楽が前面に打ち出されているというような状況です。ちょっと余談になりましたが、まあ僕の方は今まで新しい時代になった時にこのような問題というのはいろんなところで出てきました。ワープロというのが出てきた時もそういうような問題があった時もあります。スマホが出てきた時にもいろんな課題というのはありましたが、世の中というのは着実に進んでくる。いわゆるもう音楽制作もインフラに近くなってきているということも考えると、僕の方ではもちろん著作権ということは大事に考えながらも AI が今まで音楽を作れなかった人にも新しい楽しみを発見できるということを考えたときにこういうものが育ってくることは大賛成です。いろいろ立場はあると思いますが僕はそんな風に考えています。じゃあ話を戻しまして実際ここから作ってみましょう。クリエイトというのを選択しまして、上はカスタムモードになっています。ここですね。そしてアップロードオーディオというのを選択します。マイデバイス。そしてファイル選択。そして BBB2 ですね。これをアップロードします。はい、ここでコンティニューを押します。すると画面の一番下にですね、BBB2 アップロードというのが出てきました。ちょっと聞いてみましょう。1分17秒の曲になっています。はい、後ろの方も聞いてみましょう。
はい、1秒多くなったと思いますので、今17秒ですが、16秒でつなぐことにします。エクステンドボタンを押します。すると、左の方にエクステンドされます。はい、ここのところを16秒に変更しようと思います。このようにしまして、6を入れ替えました。そうしまして、ここで歌詞を入れたりします。この辺のところはもうわかりますので、例えば、ここにクリスマスの夕べというような題で歌詞を作ってもらうことにします。このように、日本語歌詞を作りたいときは、日本語の文字列。英語の歌詞を作りたいときは、これを英語で書けばいいと思います。そして、ここで、この下のボタンを押せば、歌詞の続きを書いてくれます。はい。このようになりました。先日から僕が皆さんにもお話ししているんですけれども、このところに、おまじないのように、イントロの出やすい文言を入れると、よりいいことが分かっていますので、僕の方ではそれをですね、メモとして残してまして、一番上のところにですね、空白の行を入れた4行がありますが、これをですね、4行全部選択してですね、コピーをします。そしてもう一度スノの方に戻って、先頭のところに貼り付けをします。このようにすると、イントロができやすい。100% ではないですけれども、この文言、概要欄にも貼っておきますので、皆さんも試してみてください。あとは、スタイルオブミュージックですね。先ほどの音楽は、あまり EDM と言っても EDM らしくなかったですが、これを EDM としまして、テンポも少し早めにしておきましょう。この BPM というのは、必ずしも言うことは聞きません。まあでも一応155ぐらいにしておきましょう。はい。さらに女性のボーカルなんかをやりたいときはですね、フェメールボーカルという風な形にしておけばいいと思います。そして下に出てきましたので、ウェーブというのも追加しておきましょう。こんな感じで先ほどの音楽をモチーフにして、ここ大事ですね。モチーフにして、作ろうということなんです。ですから今日はコーダラコンポーダというのを使ってやりましたが、別にそれでなくってもドラムビートのソフトとか、もう iPhone、iPad にはたくさんの音楽ソフトがあるんで、皆さんもいろいろ探してですね、いわゆる短いモチーフを作って、そしてソフトとしましてはあまり長い曲ができた場合は、先ほどのソフトで編集をして短くちょん切ってですね、そしてやればいいと。ああいうソフトを使わなくても、ご自分が iPhone、iPad の DAW ソフトなどをインストールしていたら、それで切るの方がもっと正確に切ったりできると思います。でも、お尻の正確さは先ほどもやりましたように、ちょっと長かった17秒を16秒という風に変更したりということもスノの方でできますので、あまり神経質になる必要はないと思います。じゃあこれでエクステンドを押します。はい、もう数秒でこのようにできるということです。じゃあこれで2つできましたので、上の方から聞いてみましょう。いい感じですね。2曲目も聴きましょう。はい、今どちらもイントロっぽいものはできなかったです。もう一度押してみましょう。このようにして自分の気に入るところまでやればいいと思いますが、まあイントロにこだわっ
ているようですが、最近はご存知のようにイントロのない曲の方が若い人とかには受けがいいというのも、もう TikTok などを見てもわかることですので、イントロを入れるということにこだわる必要は全くないと思います。じゃあ聞いてみましょう。はい、これもできていませんね。もう一度。が4つともイントロはなかったです。でもまあイントロがない場合はですね、先ほどの音楽と足すということもできるので、そこらも上手にやればいいと思います。僕がこのように素の AI だけで作ってもいいものを、モチーフを作って音楽を作るというのはなぜなんでしょうか。やはり自分が思いついたメロディー、これで音楽を作りたいというのはクリエイターであれば誰でも思うことです。あまりガチャを回して適当に音楽をできるというだけではなかなか自分のアイデンティティというか、そういうものが発揮できないということで、作曲というのは言い換えればメロディーということです。このメロディーを大事にして、そのメロディーをモチーフに、その AI はアップロードという機能で作ってくれるようになりましたので、そこを上手に使っていこうというのが、ここ最近僕がいろいろ考えていることです。皆さんもこのようにいろんな前準備でモチーフというのを作って、その AI で作るとですね、ガチャを回すだけではなくって、楽しい音楽制作ができる。そんな風に思っていますし、それこそ全部がオリジナルという風にできるので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。では今日もありがとうございました。またねー。